スモールサンインターネットラジオ。こちらは中小企業サポートネットワークスモールサンがお届けするインターネットラジオです。スモールサンでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長しています。お聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってください。さて本日の放送は、株式会社 DDR のブランディングプロデューサー安藤隆二です。さてこの番組は中小企業サポートネットワークスモールサンでブランディングプロデューサーを務める安藤隆二が実践で使った中小企業でもできるブランディング技術を発信していきます。さあ10月ということで2017年度も後半に入ってまた新たな気持ちでいろんなことにチャレンジしていい結果が残せるように一緒に頑張っていきましょう。ということで安藤隆二がお送りしている今回のブランドプロミス、番組前半では僕がこの1ヶ月で感じを行ったブランディングのトピックスを紹介していきます。そして番組後半では地域を元気にするゲストを迎えして会社のブランドの約束、会社の歴史やこだわりなどを語っていただきます。43回目のゲストは愛知県名古屋市で花束やアレンジメントをはじめ成果のディスプレイや企業や店舗などのデザイン装飾を手掛ける有限会社デジャブの奥村和重さんをお迎えしてその熱い思いに迫ります。ぜひブランディングイズのヒントにしてください。安藤隆二のブランドプロミス。ブランドプロミス。あなたならどの資格を目指す？大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんです。この手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんですよ。お客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます。誰かを幸せにしたいからブラッシュアップ学び安藤隆二のブランドプロミス。ブランドプロミス。安藤隆二がお送りしているブランドプロミス。この番組では毎日全国を奔走して中小企業のこだわりをブランディングする僕安藤隆二が実践で使った中小企業でもできるブランディング技術を発信していきます。さてここ最近1ヶ月の動きとしてはですね、と春からずっとやってますトルネードブランディングっていうね、社員を巻き込んでブランド作りをしましょうって、社長一人でブランドって作るんじゃなくて社員さんみんなを巻き込みましょうということで右腕と一緒にブランドの勉強会に参加していただく、そんな勉強会を作りました。まあ4、5、6、7、8、9と5ヶ月間かけてですね、皆さんにいろんな切り口で勉強会参加していただきまして、最後の5ヶ月前はですね、5分間で自分たちの会社のことを、まあ、受講している皆さんの前で発表してもらうっていう、そんなことをですね、最終的に締めでやらせていただきました。本当にみんなね、熱い思い気持ちでね、分かりやすく端的に5分間で自分たちのブランドって何なんだって、いや本当に最高でしたね。いい笑顔でした。でそして終わった後には今回トルネードブランディングは認定証をあの皆さんに差し上げておりまして、トレーナーとしてこれから会社に持ち帰り、そしてブランディングっていうものを継続してやり続ける、そんな技術講習になってるんで、その認定証を持ってですね皆さん一人一人に配り、そして笑顔で最後にお別れをできました。まあ、そんなところでまあお金といってもですね、僕らあの出会った方と付き合い続けていくということを理念にしてやっておりますので、まあそういったつながりがまたたくさん増え、また今秋から始まったトルネードもね、と名古屋での開催が始まりましたし、今後は本当大阪、福岡、まあ、仙台、北海道いろんなところでやりたいななんて思ってます。とこれもですね自分たちで開催するっていう方法もあるんですが、今鹿児島なんかでやってるように、例えば銀行さんや印刷会社さんやお客さんをね、まあ、持ってる問屋さんとか商社さん、まあ、いろんなね考え方で集まってる勉強会の仲間たち、まあ、そんな方たちがちょっと集まったんでトルネード開催したいよっていうことを言っていただければ、と相談乗ってですねその地方に僕が行ってトルネードブランディングを開催していきたいと思いますんで、全国でトルネードブランディングに興味があるよっていう方、ぜひまたうちの会社のホームページなんかを見てメールなんかくれるとありがたいと思います。まあ、そんな風にして地域の中小企業は実践的にブランド作りができるように今月もまた突っ走って頑張っていきますんで、よろしくお願いいたします。そんな僕の日々の活動は Facebook でリアルタイムに発信しています。そちらでチェックしてください。さあこの後はお知らせを挟んで地域を元気にするゲストをスタジオにお迎えいたします。安藤隆二のブランドプロミス。ブランドプロミス。発明など素
的創作活動の多くは実は中小企業によるものです。そんな中小企業の知的財産を企業と共に守りたい。日本経済の担い手、技術立国の立役者、ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援します。パワーオブイマジネーション、法進国際特許事務所。安藤隆二のブランドプロミス、ブランドプロミス。安藤隆二がお送りしているブランドプロミス。さて、ここからは地域を元気にするゲストをお迎えして、会社のブランドの約束、会社の歴史やこだわりなどについて伺っていきます。さあ、43回目のゲストは愛知県名古屋市で花束やアレンジメントをはじめ、生花のディスプレイや企業や店舗などのデザイン装飾を手掛ける有限会社デジャブの奥村和重さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。というか、まあ、奥ちゃんとはね、そうですね、プライベートでも、はい、会うお友達ではあるんですが、もともとの出会いって何でしたっけ。もともとの出会いは、そうですね、神谷デザインの神谷さんから、そうですよね、はい、ご紹介いただいて、神谷の兄貴のご縁で、そうですね、多分と現場かなんかで出会って、はい、でこうインテリアでこうデザイン装飾の花をやるって、はい、これ具体的に言うと、なんか花屋さんっていうとね、はい、地域にある生花店っていうイメージだと、誕生日の時とか、はい、プレゼントの時とか、お花売ってるっていう、そんなイメージですが、はい、これも一つ特徴ですよね。そうですね、神谷さんと出会った当時なんですけれども、お花だけではなくて、はい、まあ、お花以外に例えば流木だとか紙だとか和紙だとかですね、はい、まあ、そういう天然素材を使った、まあ、もちろんそこにお花だとか、まあ、植物造花だとかっていうところを、まあ、アレンジメントして壁に飾るようなオージェを作ったりだとか、そういったところを、まあ、神谷さんが店舗を、ね、設計するデザインする中で、そういう場面場面にそういうプロダクトが欲しいというところで、お話をいただいたっていうのがそもそものきっかけではあるんですけれども。こういうことやられる人って珍しいんじゃないですか。そうですね、もう20年近く前の話ですので、はい、まあ、今ではね、いろんな SNS だとかいろんなもので、皆さんが知る機会は多いかと思うんですが、まあ、当時はそういったものを具体的にね、作ってるのはさほどいなかったっていうところで、自分にね、声かかったのかなというふうには思ってますけど、まあ、そういったインテリアの現場で、はい、まあ、ある意味アートディレクターというか、そうですね、まあ、アートディレクターというよりは、まあ、分かりやすくそういう設計の方やデザイナーさんが、はい、イメージする、はい、まあ、それは言葉であったりだとか感覚であったりっていうものを、まあ、我々がそれを具現化していくっていうところですので、まあ、ディレクターというよりは、まあ、どういったらいいんでしょうかね、考えてることを形にする、本当に作る職人みたいな感じですよね。まあ、そんなこともやる奥村さんなんですが、そもそも花屋さんを男性としてやるっていうと、はい、なかなかこう選択肢の中にね、そうですね、家業が花屋さんだったら分かるんですが、家業そうじゃないんですよね。違いますね。そもそもいつ頃から花屋さんになろうと思ったんです。花屋になろうと思ったのは、20歳の時ですかね。20歳、はい、そうするとその時なんかきっかけがあったんですか。その時は、私そのインテリアデザインの専門学校出まして、まあ、そういう店舗の設計したり、施工したりという会社に勤めてたんですが、その時にまあちょっと自分でね、自分の作ったものを買っていただいて、それをまあ仕事にできればいいなと、まあ、それが作ったものって言っても、まあ、コーヒーでも、はいはい、まあ、喫茶店でも、まあ、ケーキでも、はい、何でもよかったんですが、はい、まあ、そこで、自分が10年後ね、どうなってるんだろうっていうところをこう空想したんですよね。その時にまあ実は花屋をやってるっていうイメージが自分の中に、降りてきて、もうその瞬間、じゃあ俺花屋やろうって決めて、はい、もうすぐ当時のそういう求人情報誌を、はい、いろいろ片っ端からめくってですね、はい、その業界に、入ろうとして、まあ、今に至るわけなんですけれども。修行されたんですか。そうすると、そうですね、まあ、花屋さんで勤めるっていうよりは市場に勤めれば、はいはい、お花 その相場も分かるし、仕入れる先もね分かるし、もっと言えばお花屋さんとも知り合いになれるし、働く時間もね、朝早くから働いてもう昼過ぎぐらいには終わるので。あ、市場だもんね。そうなんですよ。なので、まあ、ご理解をいただければその後からアルバイトできるかなと、はい、まあ、それはもうお金も稼げるし、はい、まあ、いろいろね独立するにはね一番の近道かなとは思ったのは事実ですね。はい、まあ、そんなところでこう20歳じゃ花屋になろうっていうところで、はい、市場に入って、はい、どんなことを学ばれたんですか、そこでは。
学んだというよりは、実際同じような志を持った若い人間は実は市場には何人もいまして。あ、そうなんですか。そうなんです。ですので、まあ、今も実際あの名古屋市内で当時一緒に働いてた人間はお花屋さんをいくつかやってるんですけれども、ただその結局はお昼に終わっちゃうもんですから若気の至りでやっぱり遊んじゃいまして、ただその中でも同じように働いてた人間がある時を境にちょっと独立すると、はい、お店出すという話を何人も聞きまして、はい、その瞬間にまあ自分の立ってる環境がやっぱり違うなというところを感じ取ってですね、はい、まあ、その瞬間にあれですね、もう働くことに専念をして遊びもやめて、はい、とにかく365日2日ぐらい休む感じですかね。もう年中働いてお金を一生懸命貯めたっていう感じですね。そしたら起業したいつなんですか、そのお店を作ったの。24の時にお店を始めましたので、それからそうですね、市場に働いて3年後にはお店を開いたって感じですかね。はい、これどこで作ったんです、一番初めは。一番初めは名駅ですね、名古屋駅、はい、名古屋駅西口の、はいはい、ところに作りました。どれぐらいの大きさの店だったんですか。最初は3坪ですね。まあ、小さいよね、3坪ってね。お客さんが2人来ると、はいはい、まあ、3人入ると自分が外に出なきゃいけないっていうような、はい、代わりにね、はい、そんな感じですね、はい。で、あの、まあ、このラジオを聞いているのは今日全国の方たちが聞いているんで、まあ、名古屋駅の西口っていまいちわからないと思うんですが、それももう今から20年前の西口ですよね、はい、どちらかというと歓楽街ですよね。そうですね、はい、はい、飲み屋があったり。そうです、そうです、はい、本当にそういう場所でした。なぜそこだったんですか。その当時、お花の市場に勤めてる時から、はい、まあ、実は、自分はお花屋さんになりたいんだというのを周りの人たちに、はい、公言してたんですね、はい、でその際の時にですね、たまたま知り合った方が、お花屋さんで男性で、うん、若い方でやっていただける方を、うん、探してたっていう女性のビルオーナーさんにたまたま出会うことができまして。あ、そうなんですか、はい、で、まあ、トントン拍子の話が済みまして、すぐやってほしいということで本当に縁があって起業できたって感じですね。でも結構なんかこう花屋さんがある場所とか、もしなんか僕が今起業しよう花屋さんだと思ったら、例えばなんか需要がありそうなところ、はい、例えばお医者さんの近くとか、はい、名古屋だったら錦だとか、はい、そういうふうに考えると思うんですけど、はい、何かそこでこう、まあ、お店を開いてビジネスが始まっていくじゃないですか、はい、初め順調だったんですか。いやいやいや、もう本当にその日暮らしですね。レジの中のお金しかないという時もありましたし、はあ、本当に食べることも苦労しました。それがどうやってこう今につながっていく、何か、まあ、初めのポイントみたいなのがあったんですか。いや、先ほど冒頭にお話しさせていただいたように、うん、自分のターニングポイントとしては、うんうん、まあ、神谷デザインの神谷さんと、はい、まあ、出会うことが一つのターニングポイントだったとは思います。はい、じゃあそのお店をやって、はい、でもなかなか苦心しながら、はい、お店屋さんとしては大変だなと思ってやってる時に神谷さんと出会い、はいはい、そういうインテリアのそういったお花の世界にこう入っていくようになったんですか。そうですね、もちろんその神谷さんと出会う以前に、まあ、もちろん売り上げもないお金もないっていう中で、実はその花屋をやろうと思って花屋をやったんですが、うん、まあ思うようにやっぱり売れないと、うん、じゃあどうしたら売れるんだって思った時に、うんうん、ちょっと待ってよと、うん、まあ、花屋だからといって、うん、お花を売ることが全てではないんじゃないか、はあ、はい、まあ、花屋として例えばテーブルがあってもいいし、はあ、はい、照明器具を作ってもいいだろうし、時計を作ってもいいだろうし、はいはい、花屋というフィルターでいろんなものを作ったら、はい、なんか面白いものができるんではないかというところで、流木を使ったソファーを作ったりだとか、はい、照明器具作ったりだとか、まあ、もちろん手作りです、はい、そういったものを自分でまあ作ってたと、まあ、そこでまあ神谷さんとまあ知り合うきっかけができて、はい、まあ、そこで作ったものをですね、神谷さんがまあ拝見していただいて、まあ、こういったものをじゃあ店舗の中に入れたら面白いんじゃないかっていうところで、最初のお話があったっていうところだと思いますけれども、その作り始めたものっていうものはどこででも発信してたんです、はい、もう店内だけです。ですのでお花の重機だとか、はい、店内の光の照明器具なんかもまあ自分で作ったものを、ね、はい、3坪の店がもう所狭しと、まあ、そうですね、奥村ワールドになったわけなんですか。そうですね、はい、こうそこで物が売れないっていうところの発想としての一つのポイントとして、まあ、花だけ売らなくてもいいんじゃないかって。そうですね、なかなかその発想ってやれるようでやれないですよね。
まあ、あの内地へ絞ったっていうところはまあ正直なとこなんですけど、まあまず一番何かっていうとやっぱり作るのが好きだったっていうことですよね、はいはい、それが花だけではなくて、まあ、何でもよかったと。それはまあ花屋をやる前に自分で商売を始めたかったっていうところにもつながる部分ではあるんですけれど、はい、何か自分の手を使って世の中の方々がね、はい、あの何か目を留めて気に入っていただけるものを作れればそれでよかったのかなというところがそもそもの始まりだったかもしれませんね、はい、今はその、名駅の西口のお店はもう今はなく、はい、今はどちらにお店があるんですか？名古屋市の中区の栄3丁目、はいはい、住吉という場所なんですけれども、はい、そちらで今営業しております。そしてもう一軒店があるんですよね。そうですね、去年の10月に東別院というところにですねリアルスタイルさんというインテリアショップがあるんですが、そこの中にインショップという形で、うちの方が業務をやっております。じゃあ今は2軒の花屋さんが。そうですね、この2軒の店っていうのはそれぞれコンセプトが違ったりする？違いますね。あ、そうなんですか、はい、ちなみに住吉のお店はどんなお店なんですか？住吉のお店はどちらかといえば独創的なデザイン、まあ、変わったお花、はい、変わったラッピング、うん、いわゆるその素材にとらわれることなく、うん、あの面白いものをどんどん作っていこうというところで、まあ、逆に言えばあの自分がそもそも最初にあのデジャブというお店を作ったんですけれども、うんうん、はい、その時のコンセプトをそのまま引き継いで、はい、やっております。僕なんかもよくね友達のお店の開店祝いだったりだとか、はい、お客さんのね、はい、周年祝いだったりだとか、はい、いろんな時にお花をお願いするのを奥ちゃん頼んでるんですけど、そうですね、はい、もうみんながみんな言うもんね、はい、あ、すごい素敵なお花ありがとうございますって、はい、ありがとうございます。いや、そこで作ってるんですか、この花は？そうです、はい、こういったその奥村さんがやってるわけじゃないですよね実際は、はいはい、こういったスタッフの方たちに対してもそういったまあこうセンスというかデザインというかそういったものも継承していかないといけないですよね。そうすると、そうですね、もちろんその技術的なところっていうのは、まあ、もちろん経験を持ってあの得ていかなきゃいけない部分ではあるんですけれども、そもそもまず例えばあの龍一さんからあのご依頼があったときは、DDR さんという会社の成り立ち、それから安藤龍二さんという方の、まあ、人柄、あとはお届けする先のお店のコンセプトであったりだとか立地であったりだとかターゲットであったりだとかっていうところを加味した上で形を作っていくので、もうその瞬間ある程度、はい、なんて言ったらいいんでしょうか、こう見えてしまってる部分があるんですね。そういうことね、はい、なので特に何かこう変わったことをやってるかっていうわけではなくて、はい、その与えられてる情報の中で、組み合わせていく結果的にそれが皆さんとちょっと違うものになってるっていうところですかね。でもそれなかなかこう、はい、簡単じゃないですよね。そうですかね。なんか店の、まあ、よく言われるんですよ、あ、安藤さんっぽい花いただいてありがとうございますって、はい、これだからすごく奥ちゃんが、はい、僕のことを想像してスタッフの方たちが作ってくれてるっていうのはすごくわかるし、はい、やっぱり和食屋さんだったら和食屋さんに合うようなものだったり、ね、はい、しゃぶしゃぶ屋さんだったらしゃぶしゃぶ屋さんに合ったり、ね、やっぱりこうお店の方も本当に嬉しい、はい、困らないものっていうものを、はい、あのいただいて喜んでるケースが多いなと思うんで、はいはい、そういったものはやっぱ相手のこともしっかり見てやってるわけなんですね。そうですね、はい、いやすごいですよねそういったことってね。そうですかね、はい、割合ってなんか僕はねオープンのねレセプションに呼ばれることが多いんで、やっぱりなんか日本ってね誇張欄が多かったりだとか悪いわけじゃないですけどね、はい、あれはあれでお祝いのねお花としてはいいんですけど、はい、なんかこのお店に合うものとかね、はい、やっぱその人の思いを伝えてくれるとかってすごく大事なことのキーワードの気がしますけどね。そうですね、もう本当に我々はお客様の気持ちを代弁する、まあ、代弁して形にするものに例えてね、お客さんになったつもりで制作してお届けするというところが我々の使命だと思っているので。素晴らしい、はい、そして今もう一件昨年できたんですか？そうですね、リアルスタイルっていうのは僕らの仲間というか、はい、大先輩の、はい、あのまあ、今全国展開してますね、はい、インテリアショップさんのもうご所ですけど、はい、本店のインショップ、はい、これはどういうコンセプトで？基本的にはインテリアショップっていうところでもありますので、基本的にはインテリアに合う植物、インテリアに合うお花、インテリアに合うプロダクトっていうところが一つまず第一の切り口ですね、うんうん、はいはいはい、はい、お部屋に合う、はい、そしてリアルサイの世界観もありますもんね。そうですね、はい、あそこはまたいい高級感のあるね。そうですね、品のいい本物志向、はい、まあ、用もあるけど和もあってみたいな ね、 そうですね、はい、なかなかこうそういったところにもちゃんと合わせてコンセプトに合わせやっていくということなんですね。はいはい、まあ、そういった2つのお店があって
って、まあ、いろんなことにこう展開していく中で、特にこの頃例えば季節ネタとかそういったことで今から忙しいシーズンになりますよ ね、 多分ね。そうですね、もうすぐハロウィンですし、はい、またはその月を明ければもうクリスマスになっていきますので、そういう時のコンセプトの花が奥村さんのお店に行くと売ってるんですか？そうですね、まあ、売ってるというよりはお客様からのニーズがあればそれに対してオーダーしていただければ、それに対して作らせていただくと、まあ、もちろんそのクリスマスだとかに関してはリースだとかクリスマスツリーだとかっていうところは常時置いていくんですけれども、はい、ツリーもやってるんですね。そうですね、まあ、実際だから今は本当にこう花屋さんって一言では済まされない感じになってますよね。そうですね、お仕事としては、まあ、インテリアデザイナーと組んでインテリアの、まあ、本当作られる瞬間から入ったり、はい、あと実際はそういうオフィスなんかで、はい、花頼むよって言って、はい、そういったものの管理までやってくれるんですか？そうですね、オフィスに対して、お花を定期的に生け込むことであったりだとか、オフィス内の植物を納めさせていただいてそれの管理させていただいたり、もっと言えばお庭を作ったりだとか。あ、そういうこともやってんだ。はい、やってます。植物に関しては全てやっておりますね。まあ、でも本当にこういろいろ多岐にわたるそういった花っていうものをテーマにして、はい、創業して今年で、23年経ちましたかね。あ、そうですか、はい、すごいですよ ね、まあ、ね、いや奥さんと僕と同い年だもんね、はい、だからね、はい、いやなんか23年っていうとね、はい、こう若いねこうやろうっていう時から大人になったんですね。そうですね、本当にあっという間でしたけど、はいはい、起業が早いもんね。僕のとこ11年だからね、倍以上ですもんね。うん、そうですね、まあ、本当に若気の至りですけどね。いや、はい、ちなみに、はい、デジャブっていう名前は、はい、なんでデジャブなんですか？いろいろ悩んだんです。ただその、脳の、うん、どっかにこう聞いたことある名前みたいないうところにはしたかったんです、うんうんうん、まあ、そういったところで当時そのフランスのスタイルを、うん、フランスのお花のスタイルをに、まあ、憧れを持ってたというか、そうなんですか、はい、そういうまあ自分がいたので、はい、まあ、フランス語にしたいなっていうのはまあ当初からずっと思ってました、はい、その中でまあ辞書をペラペラめくってたら、はい、たまたまデジャブっていうところを見まして、あ、デジャブって知ってる、だけど何だったっけみたいないう感じですね。それを紐解いていった時に、はい、まあ、自分のやりたかったこと、はい、まあ、やりたいそのお花のあり方みたいなのとちょっとまあリンクしたっていうところで、あ、これでいこうというところになりましたね。なんかお店とやってることとすごく合うなと思っていつも聞いてました、はい、あ、そういうことだったんですね。そうです、はい、はい、ということで最後に奥村さんの今後の夢を教えていただけますでしょうか？そうですね、まあ、夢といいますか、まあ、近い将来、必ずやっていくことでもあるんですけれども、海外、まあ、具体的に言うとベトナム。ベトナムは非常にそのお花の生産が非常に活発で、たまたま数ヶ月前ベトナムに行く機会がありまして、まあ、出会った方々がですね、うん、まあ、自分にやりたいことと非常に近いことをやってらっしゃったということで、実はそのベトナムで作ってるお花を作ったプロダクトを現地で作って、うん、その作るものはデジャブとしてプロデュースしていくと、うんうんうん、そうしたものをプロダクト化させたものを、まあ、日本に入れて日本で、まあ、市場に販売していくというところが、まあ、近い目標といいましょうか、夢といいましょうか、そんな感じですね。いや、でもなんかね、そういったこう、まあ、スタイルですもんね。そうですね、奥村さんが持ってるスタイルっていうもので、はい、ベトナムっていうところで作られている、まあ、一次製品が形になって、はい、まあ、6次化されて、はい、そうですね、いいですね、はい、今後そういったものを広げていくっていうのが一つの夢になってるわけなんですね。そうですね、はい、本当に今日はありがとうございました。ということで、安藤隆二のブランドプロミス43回目のゲストは有限会社デジャブの奥村一成さんでした。安藤隆二のブランドプロミス、ブランドプロミス。第一勧業信用組合は都内全域に26拠点を配し、地元の皆様から関心の愛称で親しまれています。地域との触れ合いを大切にし、皆様の幸せに貢献いたします。これが第一関心の経営理念です。中小企業オーナーの皆様、企業創業を目指す若者、女性経営者の皆様、どうぞ気軽に支店をお尋ねください。共に未来を語りましょう。関心で安心を。
スモールサンは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。安藤隆二のブランドプロミス、ブランドプロミス。さあ、安藤隆二のブランドプロミス43回目のオンエアはいかがだったでしょうか。と今日は本当に僕も仲良くさせていただいている友達でもあり、そして尊敬する経営者、23年長いなと思いましたね。でもなんか話を聞いていて、ブランド作りって思いやこだわりってやり続けることって大切なことだと思うんだけど、変化をし続ける勇気を持つってすごく大事なんだなと思いました。やっぱ自分たちがこうやっていること、思いっていうものを芯はしっかり持ち、でも時代の変化に合わせ、時流に合わせて企業の形を変えたり、マーケットを変えて、そしてまあ今なんかはね、本当に海外なんかも取り込みながら日本っていうマーケット、いろんなところに発信をしていく、その時に大事なのは自分、奥村さんのブランド力っていうのが最終的には形のエッセンスの中に入っていくんじゃないかなと思いました。僕もそういったことを見習って今後もやっていきたいと思います。さて、僕安藤隆二が実に培った中小企業でもできるブランディング技術を発信していくブランドプロミス、ぜひ次回もスモールさんのインターネットラジオでお目にかかりましょう。それではここまでの相手は株式会社 DDR のブランディングプロデューサー安藤隆二でした。安藤隆二、ブランドプロミス、ブランドプロミス。